まあつまりですねまだ全然終わってないっていうのは昨日ちょっと改めて思いましたつまりねあのー、このバイブルの要はクライマックスに向かって今進んでるわけなんですけどつまり進んでるってことはまだ途中なんですよね途中だから今までかつてあったこともあのかつていた人たちもそうなんですけど結局 このね物語と一つの捉えた場合まだ全然つまりまだ物語の途中ってことなんですよねで物語の途中であってもうじきクライマックスを迎えるってことなんですよねだから今までのことを全てまあ、つまりまあ創世記から始まってずーっとここまで来てるんですけどだからまだ途中であるということなんですよね途中であってまだ全然終わってない。 だからその終わりに向かって実は自分たちが今いるってことなんですよねそれ改めてちょっと昨日まあ分かりました自分の中でもだからもうねあの完全にその大きな苦難ももうきますでそこに向かって自分たちが今じゃあ何をやらなきゃいけないかっていうことをまた改めてちょっと考えさせられましたねですから高次元とのコミュニケーションもやっぱりしっかり取っていただきたいつまり 物語はでですすね、ね。まだ全然終わってないんですよ、ね、つまりまだ続いてますでその続きの中に今自分たちがいて今クライマックスに向かってるってことなんですよですからなぜ今高次元とのコミュニケーションをしっかりしなきゃいけないかっていうことをちょっと改めてねあの痛感することがありましたのでまあこういった動画にしてます是非ですねあの高次元とのコミュニケーションをしっかりとっていただきたいいです。す何回も言いますけど難しいです あの実際この高次元とのコミュニケーションを取るっていうのは本当に難しいことだと思いますけどもでもその,とこその点をですね努力してあの日々精進していただけたらと思いますね。あのー、それによってですねあの結果がですね全然変わってきますんでとにかくまだ物語このストーリーがね全然終わってないんでその結果を 良くするためには、あの、高次元とのコミュニケーションをしっかりとっていただきたいです。ね前回も言いましたけども、まあ、しっかりやっていただける方は、共に悩みましょうと。共に悩んでですね、ぜひ、良いクライマックスを迎え,迎えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ね、今日は以上です。ありがとうございました。